皆さんこんにちは、旅食タイランドです。今日は最近オープンしたホットタレーというシーフード食べ放題の店にやってきました。場所はスクンビット通りとバンナートラット交差点近く、 BTS ならウドムスックが近いです。とても人気のあるお店なので、開店1時間半前に到着、すでに10組以上が待っていました。駐車場もありますが20台程度しか止められません。10時少し前に席に案内してもらいました。早速食べ物を見ていきましょう。右からカニ、エビ、サーモンに韓国醤油漬け、野菜、キノコ、バーベキュー、サーモン、白身魚、イカ、貝類にカブトガニ、4種のカニ、そしてテナガエビ。人気なのはエビとカニですね。小さいですが高級な銅板ガニもあります。マテガイ、殻付きではありませんが生ガキも並んでいました。海鮮だけではなく中華まんじゅう、シューマイ、タイ料理も。焼けるのを待ってる間にすぐ食べれるものがあるのは嬉しいですね。味付けはタイ人向けなので結構辛いので注意してくださいね。茶碗蒸しも日本、タイ、韓国、中華料理が楽しめますね。タレはいろいろあるので好みのを見つけてください。左はタイ定番のソース、トッピングの唐辛子とニンニク、少しですがサラダもあります。まだまだ料理はありますが少し焼いて食べましょう。コンロは炭なので火力が強いです。こまめにひっくり返したり場所を変えたりしないと真っ黒になってしまいます。トング、ハサミ、カニの殻割りなど道具も揃っているので食べやすさも考えてくれてるお店です。お寿司も食べられます。カリフォルニア巻きや細巻き、卵焼きにカニカマなどタイ人に人気のメニューですね。ソフトドリンクは飲み放題、ビールは別注文になります。この韓国風醤油漬けがとても美味しかったです。特にカニのカンジャンケジャンはいくらでも食べれそう。唐辛子がいっぱい入っていますが醤油だれが甘めなのでそれほど辛さを感じません。第1弾は食べ終わったので第2弾を焼いていきます。一番の人気は各席の横に設けられた水槽に入っている生きたテナガエビ。中くらいのサイズですが身はプリプリしていて味噌も濃厚な美味しいエビです。自分で捕まえて氷締めにするのですが元気が良すぎて逃げていきました。氷水に入れないとさっきみたいに逃げちゃうんでもう一度。もちろんテナガエビも食べ放題です。数に限りがあるので遅い時間だと残っていない可能性もあります。テナガエビも焼いて食べましょう。カニも追加で持ってきました。薬味もいっぱいあってマヨネーズ、チーズ、バター、ライムなど好みに合わせて使えます。そうそう、お肉を忘れていました。ビーフ、ポーク、チキンと一通りあります。
魚介ばかりを食べていると飽きてくるので、お肉を食べて気分転換。気になる料金ですが、今まで紹介したのが499バーツで食べられるものです。プレミアムの799バーツもこれから紹介する料理がオーダーできます。どちらのコースも時間は無制限なので、好きなだけ楽しむことができます。プレミアムコースを頼むと専用の QR コードがもらえます。携帯で呼び込むとメニューが表示されるので、この中のものは何でも注文できます。まずはステーキ。和牛ではないですけど、柔らかく適度に脂があって美味しかったです。むき身の生牡蠣、辛味噌と揚げニンニクで食べるのがタイスタイル。握り寿司もオーダーできちゃいます。赤エビの握り、頭の味噌の部分は炙ってあります。プレミアムなら殻付きの生牡蠣もありました。小ぶりだけど甘みがあって、いくらでも食べれそう。ウニといくらの軍艦巻きもあるんですよ。ホタテも大きいです。他にはマグロ、サバ、ハマチなど10種類くらいあったかな。プレミアムで人気なのは刺身盛り合わせ。マグロ、ハマチ、サーモン、エビ、ホタテ、イクラ、甘エビ。日本食店で注文したらビュッフェの料金と同じくらいになるんじゃないかな。ケースの中がプレミアムだと思います。もちろん刺身も寿司も食べ放題。タイ料理のオーダーもあります。プーパッポンカリーはタイ料理の中でも人気。カニもたくさん入っていて、卵のふわふわ感が最高です。チャーハンと一緒に食べるとさらに美味しくなりますよ。イカスミパスタをオーダーしてみました。少なめに持ってくれるから種類が食べれていいですよね。サイドディッシュもテスト。味は普通にお店で出てくるレベル。まんじゅうは辛味噌あんとカスタードクリーム。生きて長エビは美味しいのでまたまた追加。全種類テストしたかったのですが、さすがにお腹いっぱい。そろそろデザートにしましょう。アイスクリームは10種類、果物はパイン、メロン、スイカ、ミニケーキとデザートも豊富。よく冷えていて、完熟パイナップルはとても甘くて美味しかった。アイスクリームとフルーツを食べてもう満腹です。たっぷり2時間半楽しみました。他の人もだいたい2時間から3時間くらいいますね。なので開店と同時に入れないと2時間以上待つことになります。遅いと食材もなくなってしまうと思うので、開店前から並ぶのが良いと思いますよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。